走り込みとかそういうものを進めますか。体の疲れを取り、そしてどうしても車の生活だけに、はい、ね、歩く期間が少なかったら朝早く起きて散歩をするとか、はい、午前中に汗をかくとか、はい、何か工夫しなきゃいけないんですね。生活のリズムを、はい、さてジャイアンツのラッキーセブンです。ワンアウトランナー一塁でホワイトが出ました。現在ジャイアンツの打線ではこの人が一番頼りになるという、この人一人頼りになるって感じもありましたね。頼りとともにピッチャーサイドから怖いですよ。怖いですか。隙がないからね、はい、阪神の前も私は言いましたように、いいバッターで、このホワイトもピッチャーから見た嫌なバッターですよ、はい、初球がボールです。ワンアウトランナー一塁です。一塁からライトにかけて騒然としています。空振り、ワンエンドワン。しかしまあ8月3日の発売の日も土砂降りでしたし、8月の1日は台風でした、ね。だいたい雨が降るとお客さんから帰られちゃうそうですが、はい、そうです。今度の前に関しては皆さんその1日に並んだ人帰んなかったそうですね。2番土砂降りで手に入れたキックで後楽園に座ってらっしゃるお客さんがいっぱいいらっしゃいます。それだけ内容の濃いゲームが捉えたいね。ワンエンドワン、低めボール、ワンエンドツー。池内の出来はどうですか。まあ、池内なりにいい調子です。池内なりにいい調子ですから、はい、江川とかそういうレベルの高いピッチャーとの兼ね合いじゃなくて、はいはいはい、池内自身としては調子は悪くないですね。ああ、そうですか。ランナーは原、リードはそんなに大きくありません。ワンエンドツー、ランナースタート、ボール、笠間から二塁へ盗塁、アウト、タッチアウト。セカンド塁審は三浦、タッチアウトです。タイミング的にはキャッチャーも投げにくいところだし、どうかなと思ったんですが、松本と違ってベースの間際でちょっと遅くなりますね。そうですね、ですけど、ここは単独盗塁ちことない人というのはじゃないですかね。今しかし原は全然振り返りませんでしたね。いやいや、今見ました、見ましたか。そうですか、はい、エンドランサイン見落としホワイトじゃないですか。そうですか。原、まあ、これはね、どっちもどっち、まあ、そういうことを抜きにしてでも、はい、僕はやはり盗塁を足したとしてもホワイトを助けなきゃいかんですね。ワンスリー、ホークがホームラン、ホームランです。第6号ホームラン、同点で追いつきました。2対2、大きなホームラン、素晴らしいバッティングですね。ビッグゲームになればなるとなるほど燃えるというホワイト、文句なしの同点ホームラン、2対2。今日はジャイアンツこのところホームランがないバッティングだったんですが、得点はいずれもホームランです。低い球ですね。ああね、ホワイトならではのバッティングじゃないですか。そうですか。まあ、今の低めのコースをホームランできるなら阪神側では掛布でしょう。あ、今の球を同じようにホームランできるのは掛布ですよ。掛布、はい、ジャイアンツにはこの人しかいませんか。落ちていく球ね、うん、私はもうこの放送中今言いましたように、ホワイトは怖いバッターだというのはピッチャーサイドから見てね、隙がないというのはこういう場面を私は言うんですね。こうなりますと盗塁失敗が非常に何かね、でもそれがあったからホームランが出ないじゃないですか。